これからの街づくりにアートはどんな役割を担えるのかっていうお題で、お話しさせていただきたいと思います。こちらのお題は、主催者ミランさんからいただいたお題ではあるんですけれども、今日はこちらについて、皆さんと一緒に、そうですね、1時間くらいかけて考えていけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。さて、そうですね、私の簡単な自己紹介なんですけれども、佐藤千尋って言います。博士号をメディアデザイン学っていう、先ほど言った怪しい学部学位を持ってます。2014年に取得したので、もうそろそろ10年経ちますね、ただいま、同じく慶應義塾大学大学院のメディアデザイン研究科ってところで専任講師をやっております。で、私の研究分野はサービスデザインっていう、分野なんですけれども、でもそうですね、地域デザインだとか、そういう地域の交流だとかっていうものについて、どのように仕組みを作ることができるのかってことについて取り組まさせていただいてます。経済地理学っていうのもやってました。私、経済学部出身なので。はい、で、ちなみに住んだことある町の話、町の研究してるので、ちょっとこの辺の話にもするんですけど、私、兵庫県西宮市、に最初住んでたんですけれども、この辺ですと千葉県の船橋市の前原ってところに長らく住んでました。今は東京の江東区の方に住んでます。あとは、アメリカのニューヨークってところとイギリスのロンドンってところにも住んでたことがあります。で、地域研究ということなので、私が一体どんな場所で研究をしてきたのかっていうと、今のところ12県やってて、私の夢は47都道府県全部制覇すること。群馬の太田、茨城つくば、千葉は八千代ですね、はい、東京大田区と昭島市、神奈川海老名市、山梨県宇都留市、愛知県春日井市、福井県鯖江市、奈良県奈良市、神戸市、岡山県の真庭市と、あと鹿児島県の指宿市ってところで活動をさせていただいてます。死ぬ前に47都道府県全部制覇したいなと思ってるんですけれども、そうですね、この主催者の皆さんからいただいた3つの問いがあるので、これについて、考えていく感じにしたいと思ってます。1つ目、私ですね、どんな課題を持って活動してきた人なのかという問い、2つ目、八千代市と私の関わり方と、あとその実践例についてということ。で、3つ目が、アートと街の関わり方と、その可能性は一体どんなものなのかっていうことについて、これらに沿ってお話をしていきたいと思ってます。で、はい、じゃあまず最初にですね、私はどんな課題を持って、活動してきた人なのかってことなんですけれども、なんか今ちょうど自分の学生たちがもしもし戻ってきましたが、私の学問分野と住んだことある街の関係性があるので、一応そこのご紹介をさせていただきたいと思います。私、東京 で、 そうです、ね、経済学っていう分野と、あとメディアデザイン学っていう分野を学ばさせていただきました。あとはですね、イギリスの方にちょっと出向させていただいたことがあって、そこでデジタル人類学っていう分野を、なんか知らないことばかりですね、をやらせてもらう、ここで教鞭、そうですね、授業を教えてました。で、あとは、これアメリカのニューヨークの方でパフォーミングアーツを、学んだりもしました。なのでこんな感じの、バラバラにめっちゃ見えるんですけれども、私の中では結構一貫性があって、誰かに何かを適切に届けるっていうことがしたくて、こういうことを全部やってます。で、そのための手段だったり手法だったり仕組みだったり、これが一つ一つその分野によって、その手段に特化してたり仕組みに特化してたり手法に特化してたりするんですけれども、全部自分の中では統合して、やっていってるつもりではあります。例えば経済学、私経済学部っていうすごい固い分野出身なんですけれども、いろんな資源、お金だけじゃないんですけれども、経済学の資源っていうのは、きちんと分配されるための仕組みっていうものについて考えるのが経済学っていう学問なんですね。で、とりわけ私は経済地理学っていう分野を扱っていたので、街の中とか、そのどこに何が、立地したらより
資源が配分されるのかっていうようなことについて考えることをやってきました。次はメディアデザイン学ですね。私の博士号を持っていて今教鞭取っているところなんですけれども、先ほど言った通りメディアっていうのは人と人がやり取りをするっていうことについて捉えているところなので、そういう媒介の設計っていうものについて、学んでまいりました。なので私の場合はこの媒介っていうのを地域っていうふうに捉えて様々な活動をさせていただいてます。で、3つ目、私がイギリスでやっていたデジタル人類学っていう分野に関してはですね、これはデジタル技術と人、人間っていうものがどんな風に関わるってたらどんな影響があるのかってことを非常に幅広く扱う学問でして、なんか非常になんかまだまだ全然それこそメディアデザイン以上に発展途上の分野だと私は思ってるんですけれども、まあ、どちらかというと人類学より文系ですね。どちらかというとそういう風に考えるような分野があったりします。で、4つ目、パフォーミングアーツ、まあ、皆さんアートにたしなまれていらっしゃると思うんですけど、私はパフォーマーの方です。見せたり伝えたりっていうことをするための、まあ、美学的な手段というふうに捉えてまして、まあ、こういったいろいろな要素を統合することで、まあ、なんかいい感じになってるといいなっていう、淡い期待を持って活動を続けています。で、まあ、一応あ、ごめんなさいね、私も一応パフォーミングアーティストとして活動しているんですけれども、あ、音流れないかな。一応自分がねそれなりに演奏したものをねこれ後ろで流してるんですけど、別に流れなくてもいいんですけど、あ、全然いいっす。演奏します。で、なんだっけ、ニューヨーク大学ってところで、サマースクールなんですけれども、パフォーミングアーツミュージックスタディーズを学んでまいりました。ちょうど去年の夏ですね。で、本当は今、スライドショーの中で流れているはずのものが、私が今年の夏に自分で録音してきたものとかを、出してきました。ちなみに幼少期、私アメリカに暮らしていた都合で、カーネギーホールだとか、リンカーンセンターだとかで演奏したこともあります。ニューヨークって街は本当に若い子に非常にチャンスをいっぱい与えてくれる街で、私もなんか初めてカーネギーホールの舞台に立ったのは8歳とかだったんですけれども、そういう若い子にすごくチャンスを与えてくれやすいところでしたね。はい、あ、流れ出たのか、ごめんなさい、研究実施してきた町について先ほど紹介させていただきましたが、まあ、いろいろあります。本当にいろいろありすぎて、地元市のなんかインバウンド戦略をどうにかするだとかってことをやったり、企業城下町の企業さんとオープンイノベーションやったりだとか、あとはそうですね、なんか最近フードバンクとか、あとなんか害獣とかジビエをどうやってなんか人に伝えるかとか、なんかそういう感じのことをやったり、あとなんか温泉旅館をどうやって近代化するかとか、なんかそういう本当にいろんなことをやってきてるんですけれども、一応今日はアートカフェということで、アートと関連のある活動に一応特化してお話しさせていただこうと思ってます。商業施設の購買行動促進と、そうですね、世界遺産の寺院のデジタル復元やった時と、あとはそうですね、その施設とかの訪問促進をどうやってするのかみたいな感じのことをやらせてもらった時に、ちょっとアート的なことをやったので、その紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、これ茨城県つくば市でやっていた私の博士研究だったんですけれども、商業施設で購買行動を促進することができないかっていうことについて、つくば市にある、研究学園都市っていう駅の目の前にあるモールと、コラボレーションさせていただいて、そう、私パフォーミングアーティストだって言ったので音楽やるんですけれども、まあ、どうやって館内 BGM みたいな感じのものを駆使してモールの中の来客の動線っていうものをなんか設計することができないかなっていうふうに思ってやらせていただいたんですけれども、音出るかな、あ、それなりに出てるかな、なんか一応その時の50年以上前の作品だっていうふうに思ってほしいんですけれども、人が通過すると音が鳴るっていう、それただそれだけなんですけれども、そのお店に関連する何かしらの音が、この時もなんか動物園になっちゃったんですけど結局
人のなんか鳴き声っていうかそういうもので商品に関係するもので呼びと結構人が渡り歩くよねってことで、商業施設の中のとある道の中でいろんなお店さんと連携してこういう通過すると音が出るスピーカーみたいなものを計何箇所設置させてもらったのに20個ぐらい置かせてもらったのかな。でそうやって通過して人が流れていくみたいな感じのことをやらせてもらったのが、これは2012年ですね。もうかなり前ですけど、今の技術だったらもうちょっと違うことすると思うんですけれども、こんなことをやらせてもらったり、あとは同じく2012年にですね、世界遺産寺院のデジタル復元っていうプロジェクトも実はやらせてもらいまして、こちら東大寺さん、奈良県奈良市ですね、華厳教の祖母山ですけれども、こちらの僧侶の方たちと一緒に研究させてもらいまして、東大寺ってこの大仏殿ってこの大仏様がいらっしゃるこの建物なんですけれども、過去に2回消失しちゃってるんですよね。江戸時代ともう一個前、もっと前はもっと前なんですけれども、少なくてもその江戸時代の時に亡くなってしまったものとかっていうものをなんか参拝経験として昔あったものっていうものを見ることができないかみたいな感じのことをやらせてもらったんですね。でこれは本当にもう今だと全然違うと思う、なんか当時の技術で頑張って AR をやりましたって感じなんですけれども、 iPad をかざしてその参拝ポイントっていくと、その何年前、何百年前に消失した時の大仏殿の様子が見えるみたいな感じのことをやらせてもらって、でこれ本当に大変で、あの僧侶の方たちもすごいそのやっぱ史実にのっとったものだとか、その彼らの美的センスだとか、やっぱその彼ら の、その参拝修行の経験みたいな感じのものにすごく近づかなきゃいけなかったので、かなりあのすごい綿密な打ち合わせを何度も繰り返して作り上げたものでしたね。でこのやっぱ僧侶の方たちにとって、ああ確かにこれはそうだって言ってもらえるようなものを作るっていうのもすごい大変 でこの時はそうですね、特にこの黄金に輝く大仏様っていうものを見せたいと、じゃあどんな黄金なのかみたいな感じの、どのように光り輝いているのかっていうことについて その輝かせ方みたいなものとかの細やかな設計がすごい大変で、やっぱその五光が差している感じみたいな感じの光り方って非常に苦戦した感じでしたね。であともう一つが、もうちょっとこれは時代じゃなくって、その同じ小林さん、そのいろんな修行を年間通していっぱいやってらっしゃるんですけれども、修行の様子って普通の一般の参拝客には見られないので、なんかこの土地で何月にやってるこういう修行みたいな感じのものをなんか地図から見られたらいいなっていうふうに思って、こういう地図を作らさせていただきまして、この地図の中で何でしょう、この時期にはこういう修行が行われてるみたいな感じのこと、彼らが持ってるそのアーカイブ資料みたいなものを使わさせていただいて、それで再現できるみたいな感じのものを作らさせていただいたりしました。はいですね。あとはですね、これはその施設の訪問促進みたいな感じのプロジェクトもやらせていただいたんですけれども、これ展示施設とか、まあ、地域貢献施設、まあ、例えばこういう感じの場所ですよね。こういうなんかオープン、いろんな人にどうぞ入ってきてくださいみたいな感じのオープンな施設みたいな感じのところに、どうやって訪問してもらうかと、これは自動ドアメーカーさんとの共同研究で、自動ドアって皆さん知ってます？毎日めっちゃ通過してると思うんですけれど、めっちゃ存在感ないじゃないですか。だからあの透明な存在をどんな風になんか通ったら楽しくなれるのかなみたいな感じのことについて、そうですね、3年ぐらいかけていろいろ共同研究させてもらった結果、神戸の国際展示場っていうところと、海老名にある理工さんが持ってるその地域貢献の施設みたいなのがあって、そこのエントランスとかに入り口を入れさせてもらって、こんな感じで何もないのがこんな感じでっていうのをやらせてもらって、この動画があるのでちょっと見た方が分かりやすいかなと思うんですけれども、まあ、簡単に言うとプロジェクションです。そのドアの開いたり開いたりっていうものに連動して、
その映像作品が流れるみたいな感じのことです。でこれ大事なのが、空いたら空いたところにはプロジェクションされないってところがポイントで、このドアが動くところのセンス、あの位置とかっていうのをセンサーで、知ることができるんですけれども、そのデータと一緒にその映像の動き方みたいな感じのものをかませてやったりとかをさせていただきました。でこれはそうですね、映像作家さん3名ぐらいとかと一緒に協力して作った作品で、私は映像を作れないので、なんですけれども、なんかその通り抜けるときに こんな風に紅葉したいだとかっていうようなコンセプトとかをいろいろお伝えして、それにのっとってその作家さんに自由にいっぱい作ってもらうみたいな感じのことをやらせてもらいましたね。これは2015年のものですね。これはそうですね、神戸の国際展示場で学会とか、まあ、そういう展示会とかっていうのをやるような施設なんですけれども、まあそうだな、これもものすごい大変だったんですけど、やるの、あの中にプロジェクター何個つけてんだろう、8つかな、あの単焦点型のものを上から吊るし、あ、これ見えますね、ちょうど上から吊るしてるんですけれども、でそのセンサー値とその履かせてそこに出させるみたいな感じのものの、ケーブルとかっていうのを全部剥がせてやったりとかしましたね。結構地味なんですけど、でもうん、私は楽しかったですけどね。皆さんがどう思ったかはちょっと何とも言えないんですけれども、なんかやっぱどんな風に動くのかってことで、やっぱその何度も何度も近寄ってみたいな感じのことをすることができたから、まあ、ある程度、まあ、促せたのかなっていう風に思って、この研究は、やらせてもらったんですけど、残念ながらちなみに商用化するのにはやっぱりまだまだすごい、あの壁が、あの品質管理的な感じのところがすごい難しかったので、ちょっと難しくできなかったんですけれども、まあでもこういうなんかアート的な要素みたいなものを日常の中に取り入れることで、まあ、なんか人々をね引きつける仕組みみたいなものが作れるんじゃないかなってことは、なんかこういう活動を通じて自分の中で、得てきた、まあ割と確信になりつつありますけどね、こういう可能性がやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思ってきてます。はい、な感じで一つ目の問いはおしまいなんですけど、大丈夫ですか、時間的には時間、そうですね、はい、あ、いい、ごめんなさい、はい、大丈夫だと信じたいですね、はい、ごめんなさい。じゃあ2個目移っちゃう、あ、ちなみになんか質問とかあったら全然後からでも今からでも全然いいんですけれども、はい、じゃあ2つ目ですね、八千代市と私の関わり方の実践例についてお話ししたいと思います。はい、八千代市、こちらですね、地域福祉と地域フォーカスとその他諸々っていう風にめっちゃざっくり書かせていただいてましたというのはですね、私八千代市こんだけの組織の皆様にね、どうやら関わってきたらしくてですね、私これ昨日の夜作りながらこんなに関わったのって自分でもびっくりしたんですけれども、最近あそこで展示しているその保育障害支援センターさんとか坂の高生さんとかとやってる作品とかっていうのが一番、そうですね、八千代市の中で一番北だなっていうふうに思ってますけれども、あとはそうですね、米本地区、今日特にこの辺のお話ししようと思ってますけれども、ギャラリーさんですね、社協さん、今日お越しくださってますけれどもありがとうございます。あとはそうですね、地域生活支援センターさんの方で精神障害抱える方たちと家族会とかに向けた、講演とかもやらせていただいたりとか、あと最近学童とかもお世話になってます、社協さんありがとうございますですね、なのでいろいろやってるんですけれども、まあ、特に一番付き合いが長い米本団地の地区について今日はお話ししたいと思います。阿蘇むつみ地域包括支援センターと、あと地域拠点のほっこり米本さん、あとはそうですね、米本団地の自治会の皆さんとかと一緒に関わっていろんな活動をやらせていただいてるんですが、始まりはですね、2019年の12月でした。あれさん若くないですかそうなんです、もう4年経っちゃいましたね。コロナの前ですけれども、これ米本団地、そうコロナの前だからマスクしてらっしゃる方もほとんどいないんですけれども、これ何をしたかったかっていうと、
動画目っていう名前の、団地の中で、自動運転みたいな感じの技術があった時にどんな風に人の生活って良くなるのかなみたいな感じのことを思考実験的にやらせていただいたものでした。で一応そう、私たち結局車椅子を押すっていうすごい人間コンピューティング的な感じのことをやったんですけれども、そうですね、スマホ17台と車椅子3つと、あ、これです、はい、これ車椅子3つとスマホ17台と、あと住民、なんでご参加いただいたのか、12、3名は参加いただいてたと思うんですけれどもっていうのの中で、その団地の中の、その自分が住まわれてるところから例えばスーパーに移動するみたいな感じのことをしたときに、どんな風にその目的地への送迎、そう呼ぶと迎えに来てくれるみたいな感じのことができたらいいんじゃないかなっていうのを、スピードの調整だとかね、そういうのも含めていろいろ試行実験させてもらったものなんですけれども、でその時の動画、はい、すごい短いものなんですけれども、これ何が起きてるかっていうと、なんか本当にいろんな現象があって、まあ、すごいゆっくりってところがポイントだったんです。これはその歩く速度とそんなに変わらないけれども、まあ、荷物と一緒にちょっとやっぱその買い物した後にそれを持って歩くのがしんどいみたいな感じのことについて、そのゆっくりとした移動、その乗り物に乗る人と並走して歩く人みたいな感じのものがいてもいいし、そうすれ違う時に声をかけるみたいな、そういうことがしやすい、速度のものっていうものを目指していたし、実際そういう現象は結構起きたんですけれども、なぜかですね、そうそう、押してくれてる人が人間コンピューターなので、その隠れた存在としていたんですけれども、なんか団地案内してくれたりですとか、あとはなんかもうなんか疲れてるだろうから代わってあげるわよみたいな感じで、すごいその押す役をもうむしろ乗せてあげるみたいな、すごく優しいことが起きて、あ、なんか優しい世界だなってすごく私はここに行った時に思ったんですけど、まあでもね、皆さんご存知の通り2020年コロナになっちゃいましてですね、非常にこの移動促進をするっていうことについてちょっと断念せざるを得なくって、まあ、なんですけれども、まあ、こんなによくしてくれた世の元の方たちに、いや、なんかめっちゃ状況気になるけど、なんか何かできないかなみたいな感じのことを、ずっと考えさせていただいた結果、まあ、その高齢化率が4割超えらしいんですけれども、 45% 超えでしたっけ、あの世の元団地の地区、今いかに心身ともに健康で居続けてもらえるかっていうことについて活動をちょっと切り替えさせていただきました。で、まあ、そんな感じで私もこれさ、昨日の夜並べながら村本団地で実施してきた活動全部並べてみたら、どうやら13個やったらしいんですけれども、先ほど言ったのがこの団地内の移動っていうやつで、まあ、あとはね、そう、交換日記やったりフリーペーパー作ったりポイントカードやったりツリーやったりなんか花壇やったり野菜育ててみたりなんかストレッチやってみたりなんかいろいろやってます。でこれいろいろやってるのには理由があって、この住民の方たち本当にみんな多様なので、その一つの要望みたいな感じのものがあるわけじゃないじゃないですか。やっぱ本当多様性の時代なので、なんかクラフトが好きな人はクラフト活動に参加するし、なんかストレッチが好きな人はストレッチに参加するし、ゲームが好きな人はゲームをやるし、そのやっぱその好きなものっていうものがみんなそれぞれ違うので、そのいろんな形のものを提示していて提供し続けるっていうことが、その何か、どこか誰かに引っかかればいいなってことでいろいろ弾を打とうみたいな感じのことを、まあ、ジミー・フォーカスさんだとかシャキオさんとかと一緒に相談しながらやらせていただきました。で、特にね、アートと関連あるものについてちょっとピックアップさせてもらってますけれども、ツリーと押し花と絵はがきとコラージュとカード制作です。でこれはなんかアートっていうか、どちらかというとクラフト寄りのお話なんですけれども、これ飾れるツリー、丸々ツリーみたいな感じのもの、見たことある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、これ八千代市内18箇所、もうちょっとありましたっけ、20何箇所でした、結構ありますよね。なんか私も気づいたらすごくいろんなところに広がってて、私自体さえもどこにあるんだかわからない感じになってるんですけれども、なん
か創作その日常的にそのクラフトが好きな方っていうものを創作したものをの間接的な交換っていうものを促せないかなってことでそういう場を提供したかったってことで自分の作った作品を自由に飾ったりもらったりすることができるような飾れるツリーっていうものを、作らさせていただいてます。いろんなもうなんか18箇所なのかよくわかんないんですけれども結構その喋るのは得意じゃないけど作ったものをみんなに見せたいみたいな感じのことって結構高齢の方多くってで そういうなんかさりげないやり取りみたいな感じのものをどうやって促進することができるかなっていうふうに思ってやらせていただいてますね。でこれ高齢の方向けに一応やったんですけれどもこれほっこり大和田の方とかだとその子ども向けの小学生の子たちが小学生用のツリーとか作ったりとかしてやったりとかしててその自分が作った何でしょうね本当いろんなもの最初はなんか短冊とか下げようかみたいな感じでやってたんですけどなんか何でしょういろんなクラフト折り紙から何だろう編み物からもう私も知らないようなものがいっぱい飾ってあってで結構その自分で飾ってるっていうのは嬉しいけどそのなくなってるっていうのもなんかまた嬉しいらしくてそのやっぱ自分が作ったもの誰かが欲しいと思って持ってくれたんだ持ってってくれたんだみたいな感じのものがやっぱその誰かに必要とされたんだっていうようなことが結構なかなかその人の活力になってったりみたいなことがあるみたいで割とそのなんかそう間接的な感じを促したものですね。あとはこれ押し花でペットボトルを作るっていうお話なんですけれどもこれはその自治体の自治会の花壇の、ね、水やりが大変だっていうお話で何でしょうあのお酒の一升瓶じゃないけど何でしょうねもうああいう大きい大根みたいな感じのやつにお水を入れてそれを置いとくっていうようなやり方を湯の元の方たちされてるんですけどその水汲みがすごい大変だっていう話で。でその水汲み誰か手伝ってよみたいなもうすごく嫌な仕事としてあったんですけれどもなんか嫌な仕事をなんか楽しくできないかなっていうふうに思ってですごくお花の会の方たち、まあ、お花大好きなので、まあ、じゃあその自分たちのお花の水やり そのボトルっていうものに、まあ、自分たちの湯の元の中で咲いているお花で直し花を作ってそれをなんかペットボトルの周りに飾ったりとかしたらなんかちょっと自分で愛着が湧くし、なんか好きな花だし、なんか楽しく水やりできるんじゃないのみたいな感じのことを、やらせてもらった結果、まあ、結構皆さん楽しくやってて、で、ちょっとなんか認知症始まっちゃってる人たちとかもいらっしゃったんですけれども、なんか指先とかやっぱいろいろ使うから、結構楽しく活動されて、で、このペットボトル、3回作ったんだっけな、4回作ったんだっけな。割とそうですね、団地の中で、まだ現役だったりするんですけれどもやっぱその嫌な仕事が楽しくなるみたいななんかちょっと自分が作ったものだから愛着が湧くみたいな感じのことがしたくてこういう活動をやらせていただいたりしましたね。で、あとはちょっと最近目の話になるんですけれどもこれはそれ人工知能絵葉っていうもの作らさせていただいてこれはあの生成系 AI ですねその AI 画像生成っていうものに挑戦していただくっていうことをやってみたんですけれども結構面白くって手書きでねその呪文を書く用紙っていうものをこちら側で準備させてもらって、モチーフ2つあとはなんか場所とあと絵柄のスタイルみたいな感じのものを4つ書いてじゃあ何が出てくるかなみたいな感じのことを試してもらっていろいろその自分たちがなんかこんなのできたわみたいな感じのことを楽しんでもらうみたいなことをやらせてもらって例えばこれなんかあんまりよく見えないんですけどこれなんだっけな唐揚げビール海みたいな感じのこと書いたら鳥が船の上に乗っかってる感じで出てきてなんかシュールな作品ができましたねみたいなことがあったりとかそうですね、絵柄とかもそのいろんな手書き風がいいみたいな感じのことをやってらっしゃる方とかっているので結構その、まあ、年齢関係なくねその誰でもそういうふうに簡単になんか AI とかよくわかんないけど流行ってるらしいけど何なのみたいな感じのことに試していただくってことで結構その画像生成系って何でしょうねその結果が分かりやすいので
すごいなんかこんなつもりじゃなかったのにみたいな風になったとしても、それが会話の種になるっていうか、いろいろ楽しんでいただいて、いまだにそうですね、いくつかはほっこりの元の方に飾られてらっしゃると思います。はい、とかあとはコラージュですね。これも結構最近割としっかりやってるんですけれども、みんなで指先と頭使って回想をするみたいな感じのことをやりたくて、こういう活動をしてるんですが、個人のね、好きなもの、自分が好きなものっていうものをなんかいろいろ切り張りして、その一つの作品を作り上げるみたいな感じのことをやるんですけれども、大事なのがその作品を選んだ理由を共有するってところで、そのやっぱそのお話、その私はどうしてこれを選んだのかみたいな感じのことを、自分の作品を見せるときに語るんですね。でその語ったものをまた残しといて、で今度そのデジタル上にこのアルバムみたいなものを作るときに、その語ったものと一緒に、それを残すみたいな形で、その場にいなかった人たちでも、そうか、これはこういう風な意味で作ったのかみたいなことだとか、なんかどういう意図があってみたいな感じのことを書かせていただいたり、これちなみに唐沢さんの作品ですね。唐沢さんのお母さんの作品になります。実物はそのコミュニティスペースをほっこり船本の中に置きっぱなしなんですけれども、そこに来れない人たち、例えば外で家族にこういうことやったんだよみたいな感じのことを見せるみたいな時用にオンラインっていうのを持っていて、その物理的に作ったものとオンラインに見せるみたいな感じのことが、その用途がちょっとずつ違うんですけれども、そうですね、やらせていただいてます。これはこのリンクから見えますので、はい、やらせてもらってます。最近これ社協さんでやってる回想法のワークショップの方たちとかとも、いろいろコラボレーションさせてもらってまして、なんかそうですね、この人間のその認知能力を上げていくっていうことに対しても、こういう活動がどうやって貢献できるのかってことについて割と議論させてもらい始めたところですよね。ですよね。はい。ごめんなさいね。私、今週水曜日その会に行けなくて、また来週には伺います。はい。で、この延長線でですね、そのコラージュをするときに、なんかじゃあ、電気回路をくっつけてみようかみたいな感じのことをやらせてもらってます。で、これ年賀カードみたいな、もう季節柄で12月1日にこれやらせてもらったので、先週か、まだ割と最近の話なんですけれども、光らせてみたっていうだけなんですけど、でも自分が作ったそのコラージュ作品にそのなんかちょっとピカピカ光ったら可愛いかなみたいな、ただただそれだけなんですけれども、裏にその導電テープを、貼らせてもらって、あとスーパーボルトの電池、ボタン電池をくっつけて、あと LED 作ってるだけなんですけれども、まあそれだけなんですが、まあ、結構やっぱピカピカ光るとなんか気分も上がるし、なんか動画とか撮りたくなるっていうのを含めてやらせてもらいましたね。でこれは14名の方たちに作ってもらったんですけれども、来週そうですね、委員の方たちがその矢田本地区のお子様相手にこういうワークショップをしたいっていうふうに言ってくださったので、どうなるんだろうか楽しみなんですけれども、逆にそうですね、この先に経験した委員の方たちがお子さんにその電気回路を作るみたいな感じのことを教えるっていう、ちょっと私の中でも非常になんか楽しみなんですけど、ね、どんな風になるのかなってことを思ったりしてます。まあ、なのでですね、こういう感じで、まあ、アート要素ですね、まあ、なんかアートそのものではないんですけれども、こうやって日常の中に取り入れることで、まあ、人々の、ね、毎日の生活を彩ることができるんじゃないかなっていう風に、割と確信持って言えるようになってきたなっていう風には、こういう活動を重ねてきて思うようになりましたね。はい。そんな感じかな、2個目の問いに関して。でですね、はい、じゃあ3つ目ですね、3つ目の今日の最後の問いになるんですけれども、まあ、アートと街の関わり方の可能性はどんなものなのかっていう問いをいただいてたので、そこについて話していきたいと思うんですが、まあ、アート、アーツ&クラフツって、まあ、多分アーティストの皆さんだったら多分聞いたことあると思うんで、社会の先方かもしれないんですが、中継席イギリスのね、ウィリアム・モリス並びにモリス商会の方たちが、その芸術の社会主義っていうものについてすごく捉えた活動でしたね。で、これはその産業革命でね、どうしても商業主義でね、薄利多売みたいな感じの、
ということで、その工芸品いろいろ大量生産してて、ちょっとなんか品質が悪化しちゃってっていうことについて、非常にその商社をやってらっしゃった商会の方たちがなんかすごい嘆いたらしいんですよね。でだからもうなんかちゃんと品質管理をしようってことで、ちゃんといいものをよくっていうことをで立ち上がった運動だというふうに言われておりますが、でこの時に扱っていた工芸品っていうのはステンドグラスとかですね、こんな感じですね。あとは家具だとか装飾だとかタイルだとかっていうものだったりしました。で、そう装飾されてるその家具だとか書物だとかっていうもの、そういうインテリアっていうものの制作にとって、まあ、こうやって生活と芸術的な要素みたいな感じのものを家の中に取り入れる、生活の中に取り入れるみたいな感じのことをいろいろ挑戦してくださった運動でしたね。でやっぱこの家庭向けのすごい装飾品みたいなものがすごく流行り始めていた時代だったので、まあ、そのテキスタイルみたいな、まあ、壁紙ですね、このこういうタペストリー見たことある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、結構日本でもかなり人気高いですよねっていうのが評価されてました。で私これの写真は自分がイギリスに住んでた頃の V&A 美術館のモリスルームの写真だったんですけれども、壁紙とねその天井とねライトとねっていうのが全部ミアモリスがちょうど品として全部見立ててくれたお部屋が V&A 美術館の中にあるんですけれども、まあ、これでも食堂なんです。その食堂がそうで、それでその中でご飯を食べたりだとかコーヒー飲んだりだとかすることができるっていう、その決して触れないものではなくて、その、ね、近くに見ることができるってことで、今回のねこのアートカフェの活動っていうのもすごく親和性があるなというふうに思って、このようなお話をちょっとさせていただいてます。まあ、なのでですね、結構身近なところにアートって結構潜んでますよねってことが伝わればいいなって思ってます。で、そうですね、まあ、アートが担える7つの機能っていうことをこのアートセラピーっていう書籍が語ってくれてるので、ちょっと今日はご紹介したいと思うんですけれども、これいやすごい美しい本なんですよ。本そのものもすごいおすすめなんですけれども、まあ、簡単に言うとこの7つのことができるよっていうふうに言ってくれてるんで、ちょっとお借りします。1つ目がリメンバリング、記憶ですね。記憶をするってこと、なぜなら人間とは忘れる生き物。2つ目ホープ、希望ですね。やっぱそのアートから希望をもらうだとか、アートを書くことに阻止のことによって希望を自分で見出すだとかっていう、そのやる方も見る側も両方希望っていうものを見出すことができますよね。3つ目悲しみ、ソロですね。悲しみってやっぱ悲しんだ適切な悲しみをした方がいいっていう、その人間ね、悲しみって悪いものでもなくって、人間が持ってる喜怒哀楽も大事な愛なので、そこをやっぱ無視してはいけないので、でもなんか悲しみ方がわからないみたいな感じの人って結構現代多いんじゃないかなと思うんですよね。でそういう時にやっぱ結構アートってこういう機能があるから、そういう風に上手に使うべきなんじゃないかみたいな感じのことをおっしゃってくれてます。4つ目、リバランシングですね。バランスを整える、はい、これバランス、人間ってね本当に一人では生きていけないっていう有名なお話がありますけれども、バランス大事なんですよ。でもバランスってどうしても崩れるじゃないですか、しょうがないことなんですよ。で時にその自分のその、ね、軸をやっぱりしっかり立て直す、その自分の持っているものを整理し直すみたいな感じのことをするときに、アートっていうものが非常に助けてくれることもあるよねっていうふうに言ってくれてます。5つ目セルフアンダースタンディング、自分を理解することですね。これは結構根源的だと思います。作家さんは皆さんはかなりそういう活動やってらっしゃると思うので、それこそ本当に社会説法だと思うんですけれども、実はね見る側もね、あ私こういうの好きだったんだなとかっていうようなことを再度理解することとか、いやなんかなんとなくずっと見ちゃうんだよねみたいな感じのことって、やっぱその自分の趣味思考っていうものをしっかり捉えるって時にすごく大事な役割だと思います。やっぱ自分が何が好きっていうことを知らないって結構割と不幸だなと思っていて、でこの多様性の時代にね、あなたは何が好きなのって言われた時に答えられないって結構なんかやっぱ先に、まあ、生き延びていくときにすごく大事な要素なのではないかなと思うので、まあ、アートを通じてね、その自分自身を理解していくってことってすごい大事だなというふうに思います。6つ目 Growth 成長ですね。まあこれは分かりやすいですね。
あのアート活動を通じて、多分お子様とか接点ある方たちとかもやっぱそのアートを、教室に通い続けることで、その子たちがどんな風に成長していくのかみたいな感じのことは結構わかりやすいかなと思うんですけれども、でも別に子どもに限ったものですので、あの出会ったとしてもやっぱ自分自身 の, やっぱそのまだ成長できる場所みたいな感じのものと向き合うみたいなことができることですよね。ラスト、これアプリシエーションですね。味わうっていう風に日本語訳させてもらいました。日本語だと結構これ感謝するみたいな感じのことになっちゃうんですけれども、なんか感謝するとかっていう話じゃなくて、なんかやっぱ自分の中でそれをきちんとろ過するというか、そのたしなむというか、まあ、芸術鑑賞って言葉って本当はこの言葉に該当すると思うんですけれども、このやっぱその、ね、いろんな作品にこうやって囲まれること自体すごく非常に豊かな経験で、こんな風にいろんな多様な作家さんの作品に囲まれながらその場にいるっていうことそのものをやっぱきちんと噛み締めるというか味わうみたいな感じのことを、やっぱりそのアートっていうものができるっていう風におっしゃってるので、まあ、こういう7つの機能みたいな感じのことができるって、こういう風に偉い人たちが言ってくれてるから、私はなんかそれを借りればいいだけっていうね、学術あるあるなんですけれども、すごい素敵だなっていう風に思っておりました。で、ちょっとじゃあ街づくり側にちょっと寄せるんですけれども、そうで、アートができることっていうのは分かりましたけれども、まあその生活、まあ、一応街っていうのは人のものだということに、人がいて街っていうのが成立するという前提でお話しさせていただくんですけれども、まあ良い生活っていうものには一体どんな要素があるのかなっていうことについて、議論している心理学者の方たちがいて、でこれ私の研究室だとね、臨読書になるからね、うちの学生がうんうん知ってる知ってるってね、顔今知ってましたけど3つあります。リレーテッドネス、他人とつながりがあるっていうこと、2つ目コンピテンス、能力があるっていうこと、3つ目オートミー、自立しているっていうこと、この3つっていうものが良い生活の要素だというふうに、このセルフディトミネーションセオリーにおいては言われています。心理学の分野ですね。他人との関わりがあるっていうのは一体どういうことなのかっていうと、まあ、自分以外の人と、まあ、他者との、別に人じゃなくてもいいですよ、猫でもいいんですけど、まあ、そういう関係性をね、きちんと保ち続けることができているのかってこと、これ日本人結構実は苦手なこと方多くってね、特にその働き、ずっと働いてた方、船本にもよくお会いするんですけれども、すごくその男性の方でもう会社にものすごい全てを尽くしてしまったから、もうなんか家庭ともあまり、友達付き合いも全部あまりみたいな感じになってしまう方たちって、まあ、ちょいちょいいらっしゃるんですけれども、まあでもそうですよね、その自分が切ってしまった縁っていうものもやっぱりもう一回、その昔いた人たちじゃなくても、まあ、新たに新しい人たちとの関係性みたいなものを構築することができるのかっていうことがやっぱすごい大事だなっていうふうに、このつながりがあるっていうことについては言ってますね。2つ目、能力があるコンピテンス、これはですね、人の能力ですね。ちょうど今障害者週間だから、その障害者の方たちと一緒にいろんな活動をやらせてもらったんですけれども、能力っていうのはあります。誰にでもあります。できないことばっかりついつい目に行ってしまうんですけれども、できることはいっぱいあります。でその能力っていうものはもういろんなことなんですけれども、もちろん、ね、合理的に考えることもできるっていう、そういう学術的な意味はあるんですけれども、何であっても何かをその実行することができるだとか、その考えることができるだとか、そういう自分の持っている、まあ、やれることみたいな感じのものをきちんと肯定していくこと、これがその能力があるっていうふうに見えることなので、やっぱその自分で自分のことを肯定してあげるってことがやっぱすごい大事ですし、まあ、自分で自分の能力が分かんない場合は他者からその能力をやっぱりその発見してもらうみたいな感じのこともすごい大事ですよね。最後、オートノミー、これは自立性っていうふうに言いますけれども、まあ、こうやって気づいた関係だとかね、その思考した能力っていうものが、持続的に動き続けることを指します。この持続的に動き続けるって結構難しくって、なんか誰にでも悪い、なんかうまくいかない日ってあるじゃないですか。今日めっちゃなんか気分の悪いとか、バッドデーってみんなあると思うんですけれども、まあ、でもなんかそういうものもきちんと、もう含めて
やっぱ持続的に動き続けることができるのか、あるいはその自分自身だけじゃなくて仕組みとしてそれが自律的に動き続けることができるのか、サスティナビリティって言葉ね、よく SDGs で聞くと思うんですけれども、サスティナビリティって実は地球だけの話じゃなくって、皆さん自分自身のこともすごく大事なことだと思うんですよね。で、その自分がどうやってそれこそオートマティックサステイナブルに動き続けることができるのか、自分が所属する組織がどうなのか、自分が住んでる地域がどうなのか、そのことについてはやっぱこの良い生活っていうのはこの3つが揃ってることの方が、確率が上がるかなと思います。なので、その人にね貢献したいとか役に立ちたいとか、何か達成したり何か生み出したいとか、あるいはその自分が社会の中に参加してる感じ、調和されてる感じだとかっていうことについてを、可能にするのが良い生活であると思いますし、私にとって街づくりっていうのはこういうことを可能にすることができるような仕組みだというふうに思っているので、こんな形で、活動させていただいてます。で、これ多分最後の資料だと思うんですけれども、今日、だからアートの持つ機能っていうのはまさにこういう良い生活を、送るために必要な要素ばかりなのではないかなと思うので、アートができる7つのことっていうものが、そう、街づくり、その良い生活っていうものを皆さんに、送り続ける、たしなみ続けることができるってことに貢献できるのではないかなというふうに思ってます。はい、こんな感じかな。はい、ありがとうございました。長時間経ちながらありがとうございました。本当にたくさんの資料もあったし、実は話の幅がかなり広くって、でもその中を見ていくと、私たち そのアーティストのやることが何か そのきっかけとか、なんか組み合わせて違う別の新しい誰かのいい生活を作れるものとかっていうヒントがあったんじゃないかなというふうに思います。なんかせっかくなので加藤先生に今日聞いた話でも良いですし、それ以外のことでもぜひ聞いてみたいということをどんどん聞いてみませんか。なんかこれやっぱりせっかくだから質問してみようっていうことがある方、遠慮なくどうぞ教えてください。はい、でもたくさんの活動をされてて、とても勉強になりました。先生がたくさんの活動をされている中で、本当にさまざまな具体的にこういう活動をしようと発想する時は、どういうきっかけで始めることが多いかお伺いしたいですよね。はい、質問ありがとうございます。先ほどそうですね、すごく多様なことをやってるって話を散々したと思うんですけれども、本当にね、こうやってみるとなんか何をやってるんだっていうふうに思うと思います。きっかけは基本、縁です。はい、運と縁です。結局人と人のつながりだなっていうふうに思っていて、私このそれこそ八千代に最初来た時には、こちらそれこそセントマーガレットの前にある薬事薬局さんっていう薬局さんがあるんです。そこに所属している理学療法士の方が地域の中でメディカルウォーキングっていう活動をやってらっしゃったんですね。コロナの前の話なんですけれども、でそのメディカルウォーキングをやってらっしゃる方と私全然別件で共同研究してて、でなんか全然別件で共同研究してるんだけど多分すごい相性合うと思うんだよねってすごい言われて、本当にそんなに言うんだったらじゃあ行きますかみたいな感じで最初にお邪魔させていただいたのが矢野本男児の司会の方たちだったんですね。これ2019年の話なんですけれども、で、確かに行ってみたら、なんかこんなになんか温かい人たち、なんかこんなね、得体も知れない、なんか車椅子押しまくってる、よくわからない、なんか横浜から来てる子たちに対して、なんかこんなにね、やってくれることってあまりないなと思って、で、とか思いながら活動を続けていたら、なんか気づいたら社協さんにお会いしたり、気づいたら地域包括さん、なんか自治会さんとか紹介してくれたり、で、あとは私その学問の分野なので義務で研究室を、建てているので、その研究室の中に所属してくる、新しく新規で配属してくる学生たちの、特技だとか好みだとかっていうものとのマッチングもあるかなっていうふうに思っていて、
で、大丈夫ですか？結局私そのサービスデザインっていう分野っていうふうに言ったんですけれども、サービスデザインってなんかデジタルサービスを作ろうとかそういう話ではなくって、いろいろな資源というものをいかにつなぐことができるかっていうことを、その仕組みを作るってことがサービスデザインだというふうに私は捉えていまして、なんかその地域の皆様の大事な資源ですし、私から見たら私の研究室の学生もすごい大事な資源ですし、で彼らが持ってる能力だとか住民の皆様が叶えたいことだとかっていうのも全部大事な資源だと思うんですよね。でこういう資源を一つ一つ取り上げていくと、なんかこれとこれくっつけたらなんか良さそうだなみたいな感じのことを、それこそ化学反応みたいな感じのものやってみたら楽しそうだなって思ってやってみて、まあ別に 100% 当たるわけじゃないんですけど、でもそうですね、そういう自分の直感を大事にしたいなというふうに思ってここまで来ましたね。それこそ私ミランさんと最初にお会いしたのはあちらの展示にある、すごく大きい風船みたいな大きい怪獣みたいなやつの作品があった時にお会いしたんですけれども、でまさかここでこんな話をすることになるとはその時は全く思いもよらず、でも偶然ってあるものでたまたまミランさんがそれこそ角道場の石井さん家に見学されている日に私もたまたま見学で行っていて、で社協さんとたまたま会って、あれみたいな、なんでみんなこんな今日いるのみたいな、そういうでも偶然って絶対縁だと思うんですよ。こういうのって絶対大事にしたいと思ってて、大事にした結果ここまで来ましたね。はい、他に何か気軽にどんなことでもこんなこと聞いておきたいっていうことはありますか？さっきちょっと音楽が流れなかったんですけど、実は佐藤先生、私たちのアート作品に対してこれにはこんな音楽が合うよねっていうことをこう作家さんたちの音楽を組み合わせたのを氷に上げてくれたりしてるので、ちょっとよかったら後で先生のインスタフォローしてみてください。ストーリーに上がってます。はい、すみません、上田さん。なんか、あと聞いてみたい、あるいはここがちょっと分からなかったという方いらっしゃいますか？はい。お話ありがとうございます。なんか、アートに限らず、本当にいろんな活動をかけて、なんか、本当に明かり受けられているような感じにしました。質問なんですけど、アートができる7つのことっていうのを、なんか、引用されてたと思うんですけど、なんかそういう感じ、アートを作るっていうような観点のことがメインで述べられているのかなと思っています。でなんでそのこういう場で場もそうですけど、なんかアート作品をなんか見せるとか、あるいはその見るっていう方の観点でなんか街の交流につながるような部分で、特にどういうことに気をつければいいのかとかあれば伺いたいなと思います。さすがですね、良い質問ですよね。そうだな、アーティストの皆さんたちは多分それぞれに意図があっていろいろな作品を当然作られてると思うんですけれども、先ほど私が勝手にこの作品はこの曲かなみたいな感じでめちゃくちゃこの3日間の間ひたすら夜中に上げ続けるみたいなテロみたいなことやり続けてたんですけど、そう、これは私も正しいって思ってやってるわけではなくって、少なくとも私はこう解釈したよっていうメッセージをつもりでやってました。で、このメッセージを、届くかどうかは確かにそうなんですけれども、でもやっぱその何かしらの形でそのメッセージを共有する場所みたいな感じのものっていうのが必要なのかなと思っていて、これが届くか届かないかはさておき、いろんなどう解釈したよだとか、私はこれに救われたよみたいなことって結構皆さんあると思うんですけれども、そういうこなんか名なしの意見みたいな感じのものをなんか上手に共有する場所っていうものが必要だなと思っていますし、でもそうすると今度匿名性になると今度ねネガティブな意見とかっていうのが当然出てくるのがよくあることだと思うので、そういうコミュニティ空間みたいな感じのものって非常にそれこそキュレーションがすごく難しいと思うんですけれども、せっかくこういうね物理的なギャラリーみたいな感じのところがあるからこそできることっていうのもやっぱすごく多い気もしますし、その一つ一つの展示、皆さん展示を作るときに
でもそのキュレーターの方たちいろんな思いでやってらっしゃると思うんですけれども、もっとそういうものを伝えたりとか、その来た方たちが、まあ、アンケート書くみたいな感じのことは当然やり方としてあると思うんですけれども、まあ、他のやり方もいろいろあるのではないかなと思っていて、例えば本当この作品って全部、ね、写真映像全部 OK ですよっていうようなやり方っていうのも一つの、その開いていくためのやり方としてすごい素敵なアプローチだなっていうふうに思ってますし、なんかいかにそうですよね、開いていくのかっていうことで、開きすぎると今度ね共有時の利益みたいな感じのことが起きちゃうので、その辺のバランスってやっぱ答えはちょっと今ないんですけれども、まあでもせっかく物理的な場所があるっていうことをね上手に活用していくことができればいいのではないかなというふうに思ってます。答えになりましたか？はい、はい、はい、じゃあ他に何かありますか？なんかもうちょっともうこんなちっちゃなことだけど聞いてみたいとか、先生個人のこともちょっと式もうちょっとここ聞いてみたいとかあったらぜひぜひどうぞお聞きください。大丈夫ですかね皆さん、あの、はい、はい、じゃあどうぞ。はい、ありがとうございました。あの大変刺激になりまして、はい、でそれでですね、なんか次の近い将来の次の一手として、まあ、多分たくさん考えられてると思うんですけど、公開できる範囲で一つ具体的なものをご紹介いただけないでしょうか？全然別件なんですけど、私一昨日昇進審査があって全く同じような質問を自分の審査委員から言われてなんかすごい、あーなんかまた試験かってちょっと思ってますけれどさすがですね。ちなみに私大間さんの作品のすごいファンで、あの皆さんに連れてっていただいて、あの、ね、私作品買っちゃったよね何個かみたいな感じのことをしたんですけれども、そうですね、今その世の中だけじゃないんですけれども、本当に八千代に限らずなんですが、八千代だけに特化して話すと、多分学童が増えるんじゃないかなってなんとなく思ってます。でというのはやっぱその私大学院ですごくあの働いていることもあって、成人した方たちに対しての教育みたいな感じのものはすごい、リーチさせてもらってるんですけれども、まあ、成人する前の段階みたいな感じのところでもちょっと接点があった方がなんかよりあの、まあ、教育業としてはちょっとなんかできないかなっていうふうに思ってるっていうことを言っておくと社協さんも喜ぶかなって思ってなんとなくあの、まあ、ちょっとそれは冗談半分冗談ってっていうこととか、あとはそうだな、でもやっぱその技術ってものとの付き合い方っていうものについてはすごくいろいろ考えていきたいなと思ってます。で技術っていうのは先ほど言ったような AI とかね、そういう難しいことに限らず、いろんなものが技術だと思うんですよね。例えば、そうだな、それこそ木を削るっていうことだって技術ですし、こうやって物を話すっていうことも技術ですし、人前にそれこそね来るっていうことだ、まあ、技術能力みたいな感じのところだと思うんですけれども、その辺の組み合わせっていうものの可能性についてもっと捉えていきたいなと思っていて、でこの展示会でも本当さまざまな、それこそまあ大きく言うと技術っていうものをいろいろ見させていただいて、そうかこういうやり方もあるんだなっていうことが非常に刺激になったので、そうですね、むしろ私がいろいろ学ばさせていただいてるなとは思ってますし、なんかむしろこういうことやったらいいんじゃないとかあったら教えてください。慶応義塾っていう学校は一応半学半教っていうことをすごく大事にしている学校なので、あの実はそう先生って呼んではいけないんですよ、うちの学校全員さん付けっていうのが一応うちの学校のらしいですよ、どうやらっていうことなんですけれども、要はその自分誰かが絶対的な地位を持ってるわけじゃなくて、半分学んで半分教わるっていうことを常に行き来することっていうことが、まあ、より学問というものを深めていくことができるのではないかということですので、何かあったらむしろ教えてくださいこちらに。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何かありますか？あ、はい、奥の方でちょっと呼んできますね。はい、中国英語でいいですか？いいよSo from like what you just talked about, we see lots of like like this kind of activities impact as for individuals, but is there a way to measure like the impact for the whole service as to the whole community or society?
ですね、今うちの研究室の子なんですよ。でなんで私に今ここで聞くんだって感じなんですけど、でも今言っていたことは、その、まあ、一人一人 の、 その、まあ、良い生活っていうものについての貢献はできているかもしれないけれど、これがじゃあその社会だとか、もうちょっとコミュニティだとかっていうことが大きくなっていった時に、どうやってそれを測っていくのかだとか、どうやって可視化していくのかみたいな感じのことを、私が自分の生徒が質問されるみたいなことなんですけれども、これうちの研究家だとね、みんなで、ね、聞かれるんですよ、学生側が教員たちに。で、正直その全てが可視化されるわけではないと私は思っていて、で特にその量的な意味でその全部が数字で表してるわけではないとは思うんですけれども、でちょうど社協さんともね、そういう話、ちょっと来月のシンポジウムとかでね、そういうお話しする予定なんですけれども、やっぱその社会福祉、必ずしもそうやって分かりやすい、なんかね、売り上げがいくら上がりましたとかって、そういう話じゃないじゃないですか。だからその分かりやすいその効果っていうものはないんですけれども、私学問的に現象学っていう学問にのっとってまして、で現象学ってどういう学問かっていうと、目の前でその現象が起きているかどうかっていうことが全てなんですよね。でその現象が起きているかどうかっていうことを集めていくと、蓄積されていってすごく大きいピラミッドを作ることができるのではないかなと信じて、ちっちゃくちっちゃく小石集めを常にしてるんですけれども、まあ、だから私は毎日ここのギャラリーに来て、このこっちの展示も5日間まで来ましたけど、やっぱそうやってちっちゃくちっちゃく集めていくことで、やっぱある程度そのジェネライズというか、その大きくある程度そうだって言えるよねっていうケースを集めていくっていうことで、そのケースを集めていくと、まあ、だんだんパターンっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、でそういうボトムアップ的な感じのことをやっていけたらいいなって思ってます。 Should I speak in English? 大丈夫それでいけます、はい。もなんか同じことを英語で言える気がしなかったので、自分何言ったってみたいな感じになるんですか。はい、ですかね、はい、ありがとうございます。はい、他にありますか。他にここ聞いておきたかったとか、効果皆さんないですか。はい、本当に長くありがとうございました。本当佐藤先生とお会いしたのは、隣のね、展示室でぜひ見てほしいんですけど、イギリスから来た車椅子の彫刻家の方、ジェイソンさんという方のワークショップで会ってます。もうね、方の作品ちょっとだけでも私たちのこう認識を大きく変えてくれると思うんですよ。彫刻って言った時、皆さん素材何だと思います？木とか石だと思うじゃないですか。あれバルーンなんですよ。布でスティッチしてバルーンになってるんですけど、まあ、言葉で言うのもあれなんで、まあ、見てほしいんですけど、そこにこうみんなでワークショップで作ったデジタルのイラストをこうペーストしていって、一つのこう作品に、彼のデザインの作品になってるんですが、なんでですかね、私が言いたいことは、アートって今そのすごくバウンドリー、境界線がいろんなものとこう混じって、よりアートとは何だろうってすごい揺さぶられてる時代だと私は思ってるんですね。必ずしもこれってアートと言われてなかったよねってものが、ものすごくこう何だろう、精密だったりこう極められてきても、それってアートじゃないっていうふうに入ってきたり、あるいはアートって言われてたとこが出ていって、それ関係ないよねって思われた分野に影響していくと、本当にそういうことがもう当たり前に行われている時代に今いると思ってるんですよ。でアートアートカフェというのもその一環の中にいたらいいなっていう希望で、本当にいたら入れたらいいなっていうぐらいなんですけど、やっぱり私たちが普通に生活しているその中にいかにアートが存在できるかっていうことで、一番身近なカフェさんと組んでいただいて、作家さんたちに最大限の能力を発揮していただいて、今年も開催することができました。でですね、本当に与那本というめちゃくちゃ近い場所でこんなことを考えてやってる人がいますので、いますし、あと先ほどたびたび社協さん先生がおっしゃってましたが、社会福祉協議会という、社会福祉協議会という市の管轄になりますか、民間の福祉団体の方が、ね、本日ご来場いただいてますし、ぜひですね、自分のアートの能力、これが他の人とつながった時どうそれを貢献できるか、あるいは新しいものに転換できるかということをですね、積極的にいろんな人と話して交流してみてください。今日は本当に長い時間ありがとうございました。まだ時間は、5時までは会場空いておりますので、作品を見たり、あるいは向こうの方の展示を見たりしてですね、楽しんでください。今日はご来場またお集まりありがとうございました。先生ありがとうございました。杉尾さんありがとうございました。ありがとうございました。
よいしょ、ありがとうございました。